VR 営業路線図 VR グループは、フィンランドの鉄道会社である。1922年までは、スオメンバレッシャンラウトタイアット、1995年までは、バレシャンラウトタイアット、スタッツジェハーノイバガーナの名称で知られていた。ヘルシンキ中央駅1995年に、前述のバレシャンラウトタイアットから、旅客、貨物運輸業を分割し誕生した。VR が担当するのは、旅客、貨物の運輸業務のみで、路線の建設、保守はフィンランド鉄道庁が行っている。VR は株式会社であるが、現時点では全株式をフィンランド政府が所有している。VR グループはバスによる旅客業やトラックなどによる貨物運輸業やケータリングサービス、不動産業、電話、通信業なども行っており、VR 本体を含めたグループ21社で 14,400 人を抱える大企業となっている。ヘルシンキなどの大都市を除くフィンランドの大部分は人口密度が低く、乗客は決して多くはない。通勤列車はヘルシンキ近郊に限られている。旅客輸送はヘルシンキから各地方への都市間輸送の便がほとんどであり、一部路線はバスや飛行機と競合関係にある。ロシアへ国際列車が運行されている。サンクトペテルブルクへは1日2便。モスクワへは、寝台列車が1日1便運行されている。ヘルシンキからサンクトペテルブルクまでの路線は、ペンドリーノを走らせるために、路盤改良を行う計画がある。国際貨物輸送は、ロシアに通じている4路線を中心に運行されているが、トルニオには、スウェーデンの鉄道との接続があり、トゥルクからストックホルム、トラベミュンデまでは、鉄道連絡線が運行されている。国境のネバ川に架かる鉄道橋当初のフィンランド国鉄は1860年にフィンランド上院議会によって設立された。フィンランドは当時ロシア帝国の一部であったため、西欧で中心的だった標準機ではなく、ロシアで使われていた工機が採用された。1862年に最初の路線であるヘルシンキ・ハメーンリンナ間が開業した。1870年には、リーヒマキ・サンクトペテルブルク間が開業した。ロシア国境サンクトペテルブルク間は、ロシア領土となるが、当初は、フィンランド国営鉄道の所有とされた。1912年に、サンクトペテルブルクへの路線が、ロシア鉄道と接続され、それと同時に、ロシア領土内の路線は、ロシア政府所有とされた。1875年から1950年の間にハンコヒュビンカー鉄道に代表される私鉄を合併し、路線を拡大していった。2007年現在、フィンランドの私鉄は、コトカ近郊のカーフラに存在する貨物鉄道のみとなっている。ヒュビンカーには VR の鉄道博物館があり、旧型列車などの展示がある。ヘルシンキから各都市間の最短所要時間は、以下の通り、SR1 機関車とインターシティフィンランドにおける鉄道の電化が始まったのは1960年代後半とかなり遅かった。しかし、現在では主要路線の電化はほぼ完成している。電化方式は交流 25,000V50Hz が採用された。これはデンマークやフランス、日本の東北、上越新幹線と同じ方式となっている。フィンランド国内で現在主流となっている電気、機関車は旧ソ連で製作された SR1 形式だが、老朽化やさらなる高速化のため、より高馬力の SR2 形式や、振り子式高速電車である SM3 形式への置き換えが進んでいる。1969年にヘルシンキからキルコヌンミにかけて最初の電化区間が開業、以降電化は、北進を続け、1975年には、セーナ沖、1981年には、コッコラ、1983年には、オールまでが電化された。2004年には、ロバニエミまでが電化された。SR2 機関車と、青客車現在、VR では2種類の電気機関車と、3種類のディーゼル、機関車が運行されている。ディーゼル機関車は、客車の牽引に使用されているが、その本数は電化の振興とローカル線へのレールバス導入により減少している。電車は SM3 形式や近郊列車に使用される SM1 形式、SM2 形式、SM4 形式が運行されている。1975年まで客車の牽引には蒸気機関車も使用されていた。機関車の分類体系現在の分類体系は1976年に導入された。基本的には1942年に導入された分類体系の簡略版となっている。機関車の名称はアルファベット2文字と通し番号からなり、1文字目が機関車の動力を、2文字目が機関車の重量を表している。旧分類体系1885年から使用されていた分類体系は機関車の車輪配置により個別のアルファベットが与えられ、その後に通し番号が続く形になっていた。文字の割り当てに特別な法則は存在しなかった。例えば A はホワイト式で4から0の機関車、B は0から4から2 ST 機関車、C は0から6から0機関車を表していた。1942年に分類体系が変更され、現在に近い形になった。1文字目が機関車の使用目的を、2文字目は機関車の重量を表していた。ディーゼル機関車が1950年に登場すると、蒸気機関車とは区別され11からの秋通し、番号が付与された。この時代に製造されたディーゼル機関車は、現在も当時と同じ通し番号を使用している。青客車機関車に牽引される客車には4つのタイプが存在する。ファーストクラスの客車は窓の上に黄色のラインが入っている。青客車では食堂車の窓の上に赤いラインが入っている。インターシティで使用された電力を供給されていない客車は窓の上に青いラインが入っている。木製客車は1970年代までは多く使用されたが、徐々に置き換えられていった。最後の木製客車は1980年中頃に使用を終了した。寝台列車、サンタクロースエキスプレス用の2階建て寝台車両現在、ヘルシンキとトゥルクからラップランド地方へ寝台列車が運行されている。それら寝台列車はカートレインになっている。2000年以降もサンタクロースエキスプレス用に寝台客車が新造されている。フィンランドは後期であるため他の欧州の鉄道よりも大きな貨物を輸送することができる。コンテナは積み重ねができ、貨車はトレーラーさえも輸送が可能である。多くの貨物がフィンランドとロシアを行き来している。その貨物にはロシアからの石油の輸入も含まれている。VR はシレイルの株式を所有しており、スウェーデンやドイツへの貨物輸送も行っている。SM3 ペンドリーの SM4、SM5 現在、VR は気動車と電車を数形式保有している。VR の基幹とも言える SM3 ペンドリーノは国内主要都市とヘルシンキを結ぶ路線に使用されている。ヘルシンキ近郊列車は SM1 と SM2、最新の SM4 によって運行されている。ロシアとフィンランドの合弁企業であるカレリアントレーンズ業にアルストーム社製ペンドリーノシリーズの SM6 が製造され、2010年12月12日にヘルシンキ・サンクトペテルブルク間で使用開始した。分散動力車両の分類体系分散動力車両の分類体系は機関車のものと同一のものを使用している。ありがとうございます。